中国出身の李広氏、李、高等大大学院准教授が24日、BS 富士の報道番組、プライムニュースに出演。27日に投開票が行われる、自民党総裁選に立候補している高市さなえ経済安保省が、総理就任の際にも、公的に靖国神社参拝を続けることを宣言していることに、触れ、許せる要素はゼロなどと激しく非難した。 番組では終盤戦を迎えている総裁選について李氏と元中中国大使の宮本雄二氏神田外語大学教授の興梠一郎をパネリストとして特集高市氏が同番組で総理に就任した場合も靖国神社への公式参拝を継続すると明言したことについての日中関係への影響を問うたこれに李氏は厳しい表情で 壊滅的なダメージですねとバッサリ。歴史問題は日本にとっていわば一番の負け戦。何をどうやってもアメリカからも支持されませんし、アジアからも支持されません。日本の国内の右翼の支持以外に何も得られないと言い切った。また、中国国民の対日感情は全体的な傾向としては回復傾向なんですとし、それは もう完全に無賛しますよね、と警告。私も中国出身ですけれども、感情的に許せる要素はゼロですね。侵略者を神と奉っているところに、日本の総理大臣が参拝するっていうのは、日本の大戦に対する反省を全て無にするもの。何も自分は反省してないと、侵略者を神として尊敬して、それに拝みに行くというのはと不快感を明確に表し、 今の日中関係は幸い、歴史認識問題がほとんど取り沙汰されていない。でも、靖国神社を参拝すれば、またフォーカスがそこに集まるので、百害あって一利なしですよねと切り捨てた。宮本氏も、小泉純一郎氏が首相在任時に靖国神社を参拝したことで、日中関係が崩壊し、日本の外交力が著しく弱化したと指摘。 仮に高市氏が首相就任後に参拝を続けた場合は首脳会談はないでしょうね全部関係性が切れますよとし高いレベルの対話はゼロそして中国国内での反日機運はさらに盛り上がってきます靖国を参拝することによって中国の感情を大きく刺激しますよとして中国在住の日本人の身の安全にも不安感を示した 宮本氏はその上で、中国の靖国参拝批判は間違ってると私も、思うとも発言。自身の経験を踏まえ、中国の有識者に長い時間かけて説明して、やっとそうだなと思ってくれる、類の問題。時間的な余裕も何もないですからとし、拙速な決定に警鐘を鳴らした。一方で、コオロギ氏は、在中国の法人ですね。そこに、 ととが、としつつ、彼らもともとあんまり安国問題ってぞめえてなかったんですよ。70年代ぐらいじゃないですかと指摘司会者が外交カードとして成立することを知っちゃったからですと話すと。でしょうそれは誰がそうしたんだと当時騒ぎれたじゃないですか中国側が本気でそう思ってるのかどうかと持論を展開した。 以下はネット上の意見をまとめたものです靖国神社の存在について国内で意見が分かれているのは理解できますしかしそれを海外からつべこべ言われる筋合いはありませんましてや自国の政策を批判されて内政干渉だとあれだけ騒ぐ中国政府に批判されるいわれはもっとありません靖国神社をどのような思いで参拝するかは 個人の心情の自由です。民主国家では、劣気とした権利です。小泉元首相が、総裁選で公約していた、8月15日に、靖国神社参拝を首相になった途端に、否定したような、ひよったことをしないでください。首相になって、保守の王道を行くつもりなら、胸を張って、信念を貫いてほしいです。そもそも靖国参拝については、 中間ともに何の反応がなかったそれを朝日新聞が批判する記事を紙面掲載したことにより中間の外交カードになった経緯がある今こそ進駐議員やメディアコメンテーターの日本を乏ししめる姿勢に真っ向反論し強い日本を再建してほしい世界の国はそれぞれ戦争で亡くなった兵士たちを追悼する日があると思う 日本にとっても戦没者を追悼することは意味のあることだと思うそれが靖国神社に戦没者と共に戦犯の軍人も合祀してるから批判されるであれば戦犯は別施設に移設するとかできないのかな別に戦没者を神として崇めたりはしてないんだからそのあたりちゃんと説明した方が良いメディアは靖国参拝に反対する人物ばかりを記事にするが 参拝に賛成する人の記事も載せるべきだなあからさまな世論誘導は今回の自民党総裁選でのメディアに見られる偏向報道もそうだが国民がメディアに利用されてきていることに気がつき始めた「神戸大学に2年間今年の4月から東大に移られましたね」「中国現代政治を研究教育なさるとのことですが東大生をどのように 教育なさるのか少々心配になってきました許せる要素ゼロですか李さんが個人的に中国人としてそういう見解なのは構いません長く日本に在住なさって日本の学校で教育を受け研究も進捗なさったことと思います中国人としてそろそろ中国の大学でご活躍という選択肢もあるかと思います 立憲が野田さんになったので高市さんが総裁になると次の総選挙は与党と野党はかなり拮抗するように思う高市さんはやはり右すぎるイメージがあるので極端な左から回帰してきそうな立憲がそれなりに票を積み増ししそうまあ総裁になった後の高市さん次第のところもあるかもしれないですが中国出身の李博士李 高等大大学院准教授が24日、BS 富士の報道番組、プライムニュースに出演。この時点で、高市批判になるのは確定で、なぜ呼んで、なぜ発言させたか、BS 富士の意図を聞いてみたいものだ。財務省、メディア、大企業と一緒になって、高市氏を貶めようとするのをやめなさい。国民は気づいていますよ。 財務省がメディアや政治家を使って財政法4条を盾に国民から税金を絞り取ってやりたい放題やってることを、そしてそれに乗っかる大企業と国防費を捻出させたくないチャイナの思惑を見抜いています。そしてテレビや新聞、それに知ったかぶりのコメンテーターなる無責任者が軽減税率8%の賄賂や 脱税の見返返りりに変更報道を繰り返していることも。事実推薦人が集まらないという意味では斎藤健、野田聖子も青山春ルも同じなのに青山春ルは最初から全く取り上げなかったそして財務省と戦う姿勢を見せている高市氏のネガティブキャンペーンに必死。諸悪の根源は財務省、メディア、大企業、チャイナ。 この国を守り、強くし、先人が残してくれた、美しく素晴らしい日本を孫子に残す。高市早苗こそがこの国の最小にふさわしい。安国問題では、日本の立場が間違いで海外が正しいとは、必ずしも思わないが,こがない、がいがいいがこれはすぐ解決できるわけがない。安倍氏は、参拝を米国に批判され、 その後辞めたが、台湾の緊張が高まっている、現時点で首相が日米関係を危うくする行動をとるのは異常。右派は自分たちの行為の政治的結果を考えず、己の正しさだけを主張するが、政治では結果が大事。結果を度外視するのは精神的幼児。参拝した場合に日米関係をどうするかを説明すべきだ。 高市氏は最初期は、リベラル寄りだとネットで言う人がいる。だが90年代の生テレビでは、先の大戦の責任は自分たちと無関係と言っていて、その意見が悪いとは言わないが、それを見ると右っぽい感じはした。政教分離なので、特定の神社に参拝者数を増やして、玉串料を増やすような行為は、止めさせなければなりません。総理大臣の肩書きで参拝に行くことは、 他に靖国神社が政治利用されることです。他の人がこれまで通り参拝に行けるように距離を置くべき、神社で国民が静かに祈れる環境を守ることを考えてほしい。